はい、生徒から頼まれた問題です。四角3番です。まあ、本人はもう問題持ってるからいいですね。こうあります。じゃあちょっと問題読んでみてください。ここのポイントはね、酸化銅に炭素を混ぜたんだけども、酸化銅はこれ同じですよね。で、炭素をどんどん増やしていったと。で、試験管内に残った物質、これは、CuO が残ってるし、C、だから炭素。だから酸化銅も残ってるし、炭素も残ってるし、銅も残ってる。ただし、どっかの時点で炭素がなくなるんですね。多分、これね、これ2つ足して、これ引いたら気体じゃないですか。これ気体。これ足す、これからこれ引いたら気体。つまり CO2 ですね。CO2 が2.1、2.2で、ここで3.3になります。3.3に。3.3ってことは、で、ここも3.3なんです。ここも3.3。ということはもう、この時点で完璧に反応して、こっからは炭素が多いか、炭素が余ってる状態。炭素が余ってる状態だから、試験管内に残った物質は、これが0.3増えたらこれも0.3増えてる。これも0.3増えたらこれも0.3増えてるっていうふうに考えればいいと。だからこの状態が一番完璧に反応した状態ね。っていうふうに考えれば全部いけると思います。いきましょう。問1から。これは、さっき問題文に CuO 足す H2 矢印 Cu 足す H2O。CuO が10グラム、10.0グラムって書いてあって、出来上がった Cu が8.0って書いてあるから、で、問題文は完璧に反応したって書いてあるので、ということは差し引き2.0が酸素ですね。ということは Cu が8.0、O が2.0。だから8対2、4対1ですね。4対1。はい。で、2番。解法の括弧 B。これは、初めに試験管に入れた物質の質量から試験管に残った物質の式、この場合何なんです。はい。これさっき言ったように、これもこれもこれも、上2つから下3つ目引いて、上2つから3つ目引いて、上2つから3つ目引いたら3.3になります。で、これは2.1、2.2ね。で、これが3.3で動かないということは、ここで完璧に反応してるので、答え3.3なんです。3.3で、ここ3.3ね。括弧 B に入るのは、3.3を入れてください。で、あとは、ここの時点はもう、さっき言ったように炭素が多い状態。炭素が多いから、炭素が多い分、残った分も多くなる。炭素が多い分、同じ数字がこう増えてるだけと。だから、ここで完璧に増えて、反応してるので、この時点で3.3ね。3.3でいいんかな。3.3か。はい。いいかな。だからまあ、これも3.3、これも3.3、これも3.3。だから3.3ね。で、次。四角球で粉末の、炭素か。炭素を1.2にして加熱したときに、試験管残った。じゃあ、炭素が1.2ってさっき言ったように、ここで完璧に反応して、完璧に反応ってことは、CuO と C 足して Cu ができて、CO2 ができて、これとこれがなくなれば完璧に反応してると。これとこれしか残らなかったらね。ただし、ここでは炭素が多いから、これとこれ反応して、これがなくなって、なくなってっていうか、これが多すぎるから、これとこれで反応して、これなくなって、これがちょっと余って、これが出来上がってる。つまり C と Cu が残ってる状態。もう一回言いますよ。これとこれが完璧に反応してるのがここの状態と。で、その後に、この C が多すぎるから C が残ると。これで反応でき、もう反応し終わって、これ反応し終わってなくなってるので、 C が残って、で、これ出来上がってるので、 C と Cu が回答です。 C と Cu。だから回答うね。2番の回答うにしてください。で、3番還元、これはいいですね。で、4番はさっき書いたように、これね。2CuO 足す C 矢印、2Cu 足す CO2。これいいですね。はい。で、最後が迷ったと思うんだけども、最後は、結びつきやすさか。酸素との結びつきやすさ。初めの1つ目の実験は CuO 足す H2 矢印 Cu 足す H2O ですね。これは O は Cu と結びついている。ただし、H2 君っていうのがやってきて、この H が O とくっつくんですね。だから O は H との方がくっつきやすいですね。で、O は Cu とはくっつきにくいと。まあ、これくっついたけども、 H 君っていうのが現れたために、お別れ、バイバイって言って、O 君が H とくっついちゃうと。で、CU 君は振られちゃうみたいな感じ。で、同じようにこれもね、2個目の実験も、CUO 足す C で、
だから 2CU を足す C で矢印 2CU 足す CO2 なんだけど、C、あの O は CU とくっついてる。ただし C 君がやってきたばっかりに O さんは C 君とくっついちゃったと。で、振られた CU 君は一人ぼっちよと。ということは C のが酸素と結びつきやすいですね。ということは今ので言うと、これが O ね。O。酸素は水素とくっつきやすく、銅と水素だったら水素とくっつきやすいと。酸素は銅と炭素だったら炭素とくっつきやすいと。それがこの実験から言えますよね。いい。はじめ、この O は CU とくっついてたけど、こいつが現れたために H とくっついたと。じゃあ H の方が C と結びつき、あ、O と結びつきやすいと。H はね。で、2個目の実験も C がやってきたばっかりに O は C と結びついたと。じゃあ、結びつきやすさは CU よりも C の方が結びつきやすいと。じゃあ、それを表しているのが O ね。いいかな。はい、じゃあそこまでです。